湯沢町、湯沢町は、新潟県南魚沼郡に属する町である。日本の温泉地、越後湯沢温泉や、旧塩沢町の牧師通りと並ぶ三国街道の宿場町の一つで、川端やすなりの小説、雪国の舞台となった。平成10年代以降は、富士ロックフェスティバルの開催地でもある苗場が、ウィンタースポーツや、登山のメッカとして、人気を集めている。 秋田県湯沢市と区別するため、越後湯沢と呼ばれることも多く、上越新幹線の停車駅である越後湯沢駅がある。周辺の南魚沼市、東下、町市と並んで、スキー場が多く、JR 東日本元町内でスキー場経営を開始する際に、上越新幹線の路線を延伸し季節営業のスキー場専用駅、ガーラ、湯沢駅を建設した。 同じくして、JR 東日本スキー・スキーキャンペーンの展開により、東京など首都圏から新幹線で、スキー上映、CM の際には、東京ガーラ、湯沢最短タフンと表記というスタイルも確立された。また、日本有数の別荘地でもある。このことから、リゾート開発の一モデルとしてよく取り上げられる。そのため、バブル期には、東京と湯沢町とまで揶揄された。 新潟日報が1988年から198年にかけて連載していた特集のタイトルから南魚沼郡に残った唯一の町であり南魚沼産コシヒカリや日本酒の産地の一つである南魚沼市への通勤率は11.0%平成22年国勢調査新潟県の中部最南端に位置し町域は 山間部にあるが中央を南北に流れる、魚の川沿いに平地があり、その川沿いに鉄道及び高速道路が通っており、長距離トンネルで群馬県側とつながっている。なお、国道17号はトンネルを避ける形で中央から南西部を通っている。三国山脈、白社山、上野真山、稲穂山、三坂峠、中二郎山、上野倉山、佐竹流山、 大黒山、向山、三国峠、三国山、竹の子山、大元大山、天根丸、小山、赤倉山、赤湯山、平落平山、千の倉山、松手山、万太郎山、谷武市、苗場山、一の倉岳、茂倉岳、香倉神峰、白山、東谷山、八木尾山、高又木山、竹吉岳、白番山、向山、岩神峰、 足表紙山、荒沢山、七津小屋山、正面山、高石山、大元大山、唐沢山、城山、秋葉山、大峰山、立唐山、高津倉山、伊地山、清津川、千葉戸川、浅海川、新井川、地王道川、笠下川、薮川、水梨川、外野川、戸沢川、飲井沢、魚野川、松川入泉、大玄田川、 足拍氏川、戸沢川、駒形川、つなぎ川、奥曽越川、湯の沢。二居ダム、滑車ダム滑車川ダム、大玄太古、上、新越高原国立公園、魚沼連邦県立自然公園。平安末期、高橋藩六、高藩旅館その温泉発見より、自然輸出毎分約500リットル始まった原、湯沢町の歴史は、 その後温泉有出地名の湯の沢から湯沢となる。上杉謙信などが活躍した、戦国時代には、名おえかねが生まれた地とも言われている。名おえかね出来地については、南魚沼市とする説が一般的だが、湯沢町に樋口姓が多いことから湯沢出生地説が有力。江戸時代には三国街道の宿場町へと発展してゆく。1931年。 昭和6年に上越線が開通したほか、翌1932年、昭和7年7月9日には、温度71度、1分間に270リットル自然、流出する温泉を掘り当てることにこうした。その後、次々と温泉掘削に大きな成果を上げ、現在の湯沢温泉の基礎が出来上がると、大規模な温泉保養地となっていった。また、 1937年、昭和12年に、川端康成の小説、雪国が観光されると、越後湯沢の知名度は、全国的なものとなる。温泉観光地として発展した結果、2000年、平成12年には、全就業人口の81%が、第三次産業に従事している。一方、第一次産業、第二次産業は、その立地が、 難しい地制条件などから年々減少している。1982年、昭和57年の上越新幹線開通と、1985年、昭和60年関越自動車道全線開通、1997年、平成9年の北越急行北北線開業など、交通が便利になることによって、当庁の就労人口、特に第三次産業就業者が増え続けた。 1986年、昭和61年からのバブル景気と、1987年、昭和62年に成立したリゾート法の影響もあり、50棟近くのリゾートマンションも開発された。2004年、平成16年に発生した新潟県中越地震では、被害の少なかった東庁にも、風評被害の影響で、客足は減少した。 また、2007年、平成19年7月16日にも、同じ新潟県で、新潟県中越沖地震が発したが、観光業界が一体となり新たな観光需要の喚起に取り組んだ結果、現在では、首都圏のリピーターを中心に、客足は戻っている。また、温泉旅館は、新たなニーズに応えるべく露天風呂付客室等の設備投資を行うものもあり、 2007年、平成19年には数軒の旅館がリニューアルオープンしている。2011年、平成23年に発生した東日本大震災でも被害は少なく、町が積極的に被災者の受け入れをしたことが高く評価された。その後、交通インフラの充実や苗場地域などでの下記の冷量な気候、町内に大規模ダムを抱え、 自然エネルギー電源地でもある立地性の良さから被災地や首都圏からの避難移住も増えてきている。魚沼越光については猛暑と温暖化の影響で標高300から400地域の品質向上が注目されている。総務省統計局国勢調査2005年越後湯沢駅は上越新幹線をはじめ上越線さらには 北越急行北北線の大半の列車が発着する新潟県南部のターミナル駅となっている。新幹線については東京新潟間の時のほか東京越後湯沢間の谷川がそれぞれ約1時間間隔で運転される。在来線では北北線が開通してからは金沢、福井方面とを結ぶ特急、白鷹が発着し、 首都圏と北陸とを結ぶ連絡駅という役割が長岡駅から越後湯沢駅へシフトした。なお、特急、白鷹は北陸新幹線が金沢駅まで開業した影響で廃止され、首都圏と北陸とを結ぶ連絡機能を同新幹線に譲った。あと、湯沢全国動画店入選作品上設展示場、二拠共同浴場、宿場の湯内、五十音順。 50音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。